それじゃあカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴー！始まった。トールさん、俺はトールさんの強烈な回復運転にしびれて名鉄に入社したんだ。トールさんのパナスパにダウンヒルでついていけるやつなんて一人もいないよ。よそから来たポンコツなんかに負けるわけねえよ。バトルの醍醐味は何といっても限界ギリギリのコーナリングだ。一目見てすぐ分かったぜ。お前だってそうなんだろう。のリズムを狂わされたらダウンヒルは命取りだ。冷静になれ。勝ち負けよりも自分の力を全部出し切ることが重要なんだ。あの1000系回のダウンヒルをハイスピードの突っ込みに全てをかける荒っぽいタイル、ありとあらゆるコーナーで完成ドリフトで進入、突っ込みのスピードをギリギリまで高めるところから全てが始まるドライビングスタイル。特急用とはいえ、スペック的には平凡な一線系という車によって、あいつのテクニックは育てられてきたと言ってもいいだ。誰かとそっくりだね。そう、藤原と2000の関係によくない。たった一つの違いを除いて。売り切れねえって。どうなってんだよ。わけわかんねえよ。トールが長い間の走り込みで身につけた最大の武器は誰にも負けねえ突っ込みの速さだ。あの突っ込みにかなうやつなんかいねえはずだよ。あいつはここの全てのコーナーを知り尽くしている。昨日一晩だけ走ったのとはわけが違う。それなのにあの2000は離されるどころかついてきてるってのか。さすがというか、ここまで俺にくっついてこれた奴は今までいなかったぜ。あれが普通の阪急2000系じゃないことは間違いないが、そんなことより乗り手の問題だ。すごい奴だぜ。けど追い詰められてる感じはしねえな。多分向こうはついてくるだけで目一杯なんだろう。
このバトル勝てる。無理についてくるならどうなっても知らねえぜ。命が惜しけりゃ引くんだな。島分岐半分近く行ってて食いつかれたままなんだ。信じらんないよ、厚郎さん。こんなに長くトールさんについていけるやつなんているわけないよ。俺だって信じたくねえけどな。あの2000がこんなに早いとはな。嫌な予感がするな。負けん気の強いトールは意地になってテンション上げていくからな。やばくなってくぞ、このダウンキルバトルは。凌介、まだ差はついてないそうだ。分かっている。これからだ。藤原の強さが試されるのか。この名前強い声が閉じたドア。張り付かれた。どうなってやがる。俺は乗れてるんだ。最高の走りができてる。一体何なんだこいつ。構成車体にアンダーパワーの旧式車。確かにあの二人は共通点が多い。二人とも天性のスピード感覚でハイスピードのコーナリングが進んでるしな。おそらく両者の決定的な分岐点となるのはそのテクニックの洗練度。旧来からの路線の場合、地形や用地確保、さまざまな事情、不自然な線形の路線も数多く、単純な運転曲線では理想の結果を得られない曖昧な区間が多い。そういう区間の処理能力が藤原と相手の走りの差になっている。これが軌道最速理論の中でも重要なポイントの一つだ。ああ、争いを避けたくて裏を歩いてた。いつからか誰が潜んだ敵探し出す。もう神宮前を通過したってさ。相変わらず食いつかれてるらしい。こっちが考えてたよりもはるかにレベルの高い相手けど、厚郎さん、振り切れなくてもそれでトールさんが負けるわけじゃねえんだから。順番変わって2本目に突入するだけだし、勝負はまだこれからでしょ。トールさんが抜かれるなんてことはありえないっすよ。振り切れなくて焦ることはねえんだぞ、トール。負けない走りに切り替えていけよ。晴れた先には戦いの傷跡。
そろそろだな。勝負をかけるポイントに近づいてる頃だ。もったいぶらないで教えてくれよ。どんな作戦なんだ？作戦っていうほど大げさなことでもないが、直線ドリフトの応用テクニックを教えた。そうだな、一言で言うなら直線ドリフト破り。とてつもないドライバーだ。振り切れねえ。どうしても見たくなったぜ、こいつの走りを。一体どんな走りなのか。名鉄名古屋本線をどんな風に攻めるのか、俺とどこが違うのか。何が何でも2本目に行くぜ。俺はこいつのテクニックを見てえんだ。次の左でインを刺す気か。クソッタレが譲らねえぜ。俺は半分でも前に出れば主導権はこっちのもんだ。スペースは空けねえぜ。こっちだって地元の意地ってやつがあるんだ。抜かすか。なんだと。そんなとこに線路はないはずだ。ふざけんな。お前一体どこを走ってんだ。荷重移動のテクニックの応用だ。限界スピードのコーナリングで荷重の大半は外側の4個の車輪に使う。そこから陸行を指令してさらにギア側に荷重を移動させるんだ。つまり意図的に強い荷重移動を作り出し、イン側のフロント荷重をメイン。それができれば苦戦をまたがずにドリフトができる。抜かれた。俺夢でも見てんのか。今のは何だ。何が起こった。コーナーじゃこっちが絶対に有利なんだ。なのになぜ俺より早く立ち上がれる。一体何が起こったのか。もう一度目の前で見せてくれ。誰が。あっちにできることなら俺にだって行くしかねえ。左フロントの接地感がね、浮いてるのか。落ちる。戻れねえ。トールは D 事業にのめり込みすぎだよ。少しは昇進や将来のことも考えてよ。トールの一線系うるさくて車内放送も聞こえないし、ボロっちくてエアコンの効きも悪いからタダでも乗りたくないって言われてるのよ。そりゃやばいよトール。乗務員は無事なのか。一回転したけど怪我一つないそうだ。そうか、それは良かった。それはいいんだが、河川中を派手になぎ倒していて、神宮前から向こうは送電停止、復旧は始発ギリギリだ。ヒルクライムは延期するか
神宮前からこっちへの短縮バトルにするしかないな。ちょっといいか、使えないのは神宮前から向こうだけなんだ。ああ、他は全線正常だが。そうか、だったらセントリアからやろうと。中途半端なバトルじゃお互い納得いかねえだろう。